だいぶ前に買ったカサブンなんちゃらかんちゃら。カシャブンスーパーロング、いやがここから出てくるようになっちゃったね、うん、壊しちゃった引っ張ったら出てきちゃった内容。今まで使った中でそれが一番反応が良かったんだよね。そう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 、そうだね、うん、この音ね、これね、うんうん、意外とここの人形はどれだけ噛みちぎっても丈夫だったね、うん、棒の棒だね、棒とワイヤーかな、ワイヤーも折れ曲がってるし、取っ手は取れちゃったし。どういうことになったの、これね。どこ？この先っぽも。え、これ？ずいぶん遊んだね。こいつ？うん。でも原型残ってるからね、うんうん。羽取れるかと思ったら取れなかったね。ちぎれると思ったんだけど、蚊帳みたいね。もう蜂だけど。丈夫っちゃ丈夫だった。そう、ここの部分はね、取っ手以外はね。うん、ちょっと取っ手がね、もうちょっと頑丈だったんだけどね。じゃあ新しく買ったカシャブンスーパーロング、ほら、かわいいね、ピンクで。先っぽが何種類かあると。2種類、ハチかトリか、うん、ちなみにこのこの先っちょの部分壊れてても、この先っちょの部分のこのおもちゃを別売りで売ってるんだよね。そうね、200円とか300円とか。そう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 。でも一貫性ここじゃないんだね、問題はね、取っ手なんだよ ね、うちんちはね。開けていいの？うん、振り回してみようか。かわいいね、ピンク色で。ゴミだけが増えてる。あ、見て、超かわいい。蜂はハエみたいだもんね。あ、見て、ほら、ちゃんとしまえるし、ちゃんと取っ手もあるよ。何が違うんだろう。あ、こういうことか。でもさ、これハエの方がいいかもね。なんで？ハエじゃない、ハチ。ここなんか取れそう。ここ取れそう、トギ。どうだろう。どうだろうね。あとこのくちばしも危ないね。もう使っていくうちにだろうけど。テイミー。え、なんかさ、使い慣れてないからハエの方がいい音しない？確かに。いつも遠いんだよ、ティーコ。遊びに来たんじゃないんだけどなって。ティーコ、やっぱ新しいのはいいね、ティミー。おうおうおう、うん、パキッと伸ばす。こうやってどこ行くの、ティミー。
だからちょっと難点はこの紐が絡むところよね。長いからね。そうそうそう。リータン、リータン取れない。これで痩せるといいんだけどね。リーコ、ちょうだい。